はい、皆さんこんにちは、AKです。今回も動画を見ていただき誠にありがとうございます。今回の話題はですね、以前からちょくちょく出している8ミリの話をしてみたいと思います。そもそもですね、私がですね8ミリを始めたのはカセット8ムービーおもちゃのですね、野村陶芸のおもちゃのカセット8ムービーから始まります。最初はね、分解してね、他のフィルムをかけてみようと思ったんですけどね、なかなかかからないんですよ。で、カセット8ムービーをね解体してね、強力なねモーターを後ろにつけてね、モーターでねリールを引っ張るようにしたんですよね。これもなかなかうまくいかないんですよね。その犠牲になったねライリーのねフィルムにね、外国のアニメーションだったかな、逃亡者というね、これがねカタログにも載ってないんですけどね、外国製のアニメーションフィルムを使ったわけなんですが、これを使っていろいろと実験しました。それからですね、その逃亡者をかけたりするために切手で買える通販のですね、日光だったかな、そこで買ったですね、これもまたおもちゃの8ミリ映写機を買いまして、それでかけてみたわけなんですが、これがやっぱりね、おもちゃはねひどいんですよ。爪で引っかいて下ろす、こういう動きでフィルムを送っていくんで、シャッターがついてないんで画面が流れるんですよね、流れた状態で。だからカセット8ムービーなんかと同じです。それが18コマで流れるわけですが、結構目立つんですよね。そのおもちゃの8ミリ映写機を使って見ていたら、やっぱりカメラも欲しくなるんですよね。でカメラを買いたいと思う。中学1年の時の臨時収入、お年玉ですよ。お年玉で近所の古ぼけたカメラ屋で即買いました。これがね、フジカシングル 8C100 という機種だったんですけど、まあ、固定焦点でコンパクトな一番安い8ミリカメラでした。ただね、失敗がすごく少なかったんですよ。ズームはできませんけど、固定焦点だけにあってピンボケがほとんどない状態、これを購入し、そのおもちゃの映写機でかけました。ただね、おもちゃなだけにね、それでかけてしまうとフィルムが傷むんですよ。かなりのね、かなりのダメージを受けるんですよ。またね、編集している箇所だったらね、若干ね上下が合わなくて、フィルムのパーフォレーション、穴の部分ですね、穴の部分に直撃させてフィルム自体を破壊してしまってました。そんな時ですよ、自分たちで映画を撮りたくなった時期ですね。それで皆さんご存知のあの空手映画たちを撮影したわけですが、さすがにねその映写機で見せるわけにはいかないと思い、親に頼むも買ってくれない。仕方なしにまた臨時収入、やはりお年玉で8ミリ映写機を買うことになりました。フジカスコープ M10 というサイレントの18コマ専用の映写機でした。うん、これはねやっぱりね中古で買ったんでね、いくらだったかな、1万円はしてなかったですよ。中古で買って早速上映会をしました。それらのおかげで普通に上映ができるようになり、その映写機でさまざまなものを夜な夜な見ておりました。私が8ミリを利用するものとして、ただ撮影するのではなく、もう一つの使い方、テレビを撮影して残すという夢の機会になりました。これがねこの C100 だったらね、シャッターを開く角度が変えられないんで、もうね操作線っていうこう黒い線が入るんですよ、こんな感じにね。でこれを利用して我がアイドル山本ゆかりの CM を結構撮りました。テレビ番組も多少撮りましたが、やっぱり貴重だと思い残したのがテレビ CM でしたね。テレビの前に三脚を据えて、で大体この時間にするだろうという目星を立てて、テープレコーダーも同時録音して、始まった同時にシャッターを押すと、そういう作業を高校時代はずっとしてました。それでいろいろこうテレビで撮ったこともあります。中にはね希少なね、こんなマイティーハーキュリーのようなね、今じゃ見ることもできないような映像もあったりするんですが、そうしているうちにですね、カメラもねちょっと進歩させてね、高校でバイトするようになって、ズーム付きの中古のカメラを買ったり、これがねコニカの TL3 っていうやつだな、
かなり古いカメラだったんですけど、レンズがちょっとガタついてて、あまり良くはなかったんですけど、これでもテレビを撮ってます。これがちょっとね、シャッター画角が広かったらしくって、操作線が若干少なくなりました。そうこうしている間にね、もうアニメーションも作るようになったりして、コマ撮りができるんでね、それで作ったりしてました。まあ8ミリはね、私はそういう感じでテレビの画面を結構撮りました。その後ですね、うちの弟がですね、富士の Z450 という中堅どころの8ミリカメラを買いまして、テレビ画面を結構撮ってました。もう継続してるんですね、僕の意思を。それらはね、テレビ画面といってもね、テレビのオープニングタイトル、それを8ミリで撮って記録してました。まあ今で考えてみれば、何のことはないことなんですけど、それを集めてましたね。でビデオ時代になってもそれは同じようなことしてますけどね、タイトルだけを集めるっていう、まあ、それの元祖ですかね。でそのフィルムも残ってます。ただね、そのフィルムの貴重なものっていうのはあんまりないんですね。今だったらね、ビデオで見ることのできるものばかりなので、そんなに貴重ではないんですが、結構色調が良かったりするのもあります。やっぱりね、フリッカーチラチラするのはね、抑えきれてませんけどね、ブラウン管を8ミリで撮るとしてもね、それは免れないものなんですが、それで結構自分たちは満足していました。そんな感じで8ミリを楽しんでいました。その後ね、私もね、サウンド映写機を買い、アフレコをし、音声の出る8ミリフィルムを作るようになったんですが、まあ、その頃はね、徐々にビデオも普及してき、私が専門学校で上京した時、8ミリフィルムを当時カメラ屋で在庫処分のフィルムを結構買い漁ったんですけど、まあ、それもね、ビデオの時代になって広島へ戻った時にですね、もうほとんど8ミリっていうのがなくなっていき、アニメを作る程度のものしか残ってませんでしたね。あとはね、テレビをね撮るのはね、ビデオの時代になってしまったので、それも私ね、就職して一番に購入したものがビデオデッキですので、それからはビデオの時代になりました。こうやって YouTube に公開する程度のことぐらいしかできてませんけど、当時のね、私が撮っていた8ミリのメインはやはり山本ゆかりさんのアイドル時代の映像がほぼほぼなんですけど、中にはですね、史上最強の空手が大晦日で放映された時に結構な本数を回してました。もうテレビの番組っていうのはね、今逆に言えばね、ソフト化されて見ることができることがあるんで、当時のライブフィルムを撮っているのが逆に言えば貴重かもしれないです。特にね、76年ぐらいはね、 VTR がまだ普及していないことが多くて、なかなかね見ることができないですけど、でもね、そうは言ってもね、撮ってる人は撮ってるんですよね。もうね、このウナコーラの CM なんかもね、これ一生懸命撮ったんですよ。なのにね、 YouTube にあったりしますからね、これらすごいですね。本当に当時から持っている人は持ってたんだなと思います。まあ、今回は8ミリフィルムの話をちょっと画面を交えてお話ししてみましたが、今後もまだ話し足りてないんで、この話もまたしていこうと思います。カセット8ムービーをね、以前アップした動画を削除してしまったんで、再度ちゃんとしたものをあげようと思ってます。引っかからない程度にアップしようと思うんで、またよろしくお願いします。では今回も動画を見ていただき誠にありがとうございました。次回お会いしましょう。では。赤とんぼを見つけたわ、今朝も枯れた花と石の墓標、風が吹き過ぎてゆく、やがて白い雪がうずめ飾るでしょう、愛の心。